建前の朝です。残念ながらちょっと雨降りました。昨日の夜大工の T 橋さんが材料を置いててくれました。まもなく建前です。これはさ、あれでしょ、柱とか梁とかに使うやつでしょ。これはこの刻んであるやつは、刻んである。これは壁、これが柱、これ柱、柱2の2の2とかって書いてあるやつね。そうです、うん、これちゃんと考えられてんの？サイズが合わないとかそういうことはないの？それ間違えて言ってたら光沢怒って帰っちゃう。あれいや、俺は彼のことを心配してるんじゃなくて T 橋のことを心配してるだけでさ俺は彼の仕事をすごい信じてるんだけど、時々あれ高さが合わないとかって、あれっていうのを何度聞いたか。これ墨下のは光沢なんで間違いないです。なるほど、彼なら大丈夫、うん。今入れた。おはようございます。おはようございます。若い子、若い衆できました、ね、若い衆って一人やん若い、一人でも若い衆。ああ、よろしくお願いします、はい、します若い子、はい、若い子、ひょっとしてめっちゃ若い？10代。あれ覚えてない。男もない。男もないよなある？あります。うっす、ごめんいや、うちの息子っす。マジで？あ、そう。ダイヤ。ここも何度か。大きくなったからやな。おっちゃんなるです。どうも。もう一回行きましょうか。声が小さい。声小さい。行きますよ。おっちゃんねるです。どうも。いよいよ今日はですね、ツリーハウスの建前をしたいと思います。で、大工さんおよび2人ヘルプ で前田さんは遅刻しております、なので勝手に始めさせていただきたいと思います。ところで、大工の T 橋さん、はい、建前っていうのは何？あの本音と建前とかよくあるやん。あれのこと？そうやね。うん、まあ語源はそうかもわかる。建前っていうのは、うん、あの最初に家を建てるあの作業なんやけども、うん、それをもう一気にやっちゃうんですよ。1日2日でね。おうん、その 下準備っていうのを、まあ、作業場でかけて、時間をかけて作って、それ1日で建てちゃう。なるほど。1日で建てるのを建前っていう。じゃあ今日一番大事な。そうやね。まあ、一番メインの仕事始めですね。なるほど。わかりました。はい、じゃあ、かっこ決まったところで、はい、前田さんも来ましたでしょうか。すごいタイミングの悪いよ、ということで始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。前田さん、ええな、君はオランドも寝たいなりな。ヘルメットちっちゃい。え？なんか、ぽっちょんって乗ってる感じ。確かに。そうそう。俺の顔がでかいんかな。なんか映画に出てくる、あの現場の監督さん。なんか T 橋は自衛隊の隊員みたいな。さあ、今から建前の儀式。はい、四隅ちょっとお清めするだけ。はい、お清め、はい、開けてよろしいですか。開けました。はい、ありがとうございます。開けました。はい、はい、めっちゃいい匂いする。いい香りやった。おお、ええ香り。3回来たろ。2回。はい。下に行ってきちゃった。あかん。今思うとさ、秘密基地の時こんなことせえへんかで。せんだな。なんで今するねんじゃん。気まぐれか。気まぐれです。最初どうぞ。お。これ何使うの？これは、これはあの飾りです。いやいや、これ大事な部品。あ、なるほど。ハフ板っていう大事な。ちゃんとしてるやん、ほら。図面。あの、あれがこれです。ああ、なるほど。本気ですよ。本気です。これがそれ。ここのあの屋根の反り具合がこの反り具合です。前さん、屋根はな、あの今日ほら
張るところまでしてくれるん。あ、張るところまでするんですよ、うん、あのだからあのシート張るまではしてくれるって聞いてますよ。あ、本当？あの防水のとこまではしてくれるんです。あ、そう。その上は大井さんがお茶。でもそこ乗らなあかんってことよ、上に。うん、頑張ってくださいね。いや俺も見てる、あそこ2段目から俺上行けへんねんからさ。2段目、しかも2段目上がれるけど俺立ち上がれへんねん。はい、ナンバーどれでもやろう。イノ2って書いてあるやつが欲しいですけど。イノ2、はい、イノ2、はい、おお。出番ないですよ、ね。出番ない。いや出たら邪魔ですよ。邪魔やなこれ、うん。やめときましょうに、ね、うん、出るの。ちゅうかさ、うん、このまんまさ完成してしまうんちゃうかこれ。この辺の位置。こうやって。もう一本その桁ももやも。そこら。こういう材。やっぱ風船や風船。ただいまいろいろあって作戦会議中です。思ったより中央のあの柱の木が違う場所にっていうか歪んでたということで、その位置を今調整中です。足場の位置も今変えようとしております。寄せたいんやけども、うん、建物を、うん、そうするとちょっともう向こうがいっぱいやもんで、うん、まあ俺的には全然構わへんよ、多少それがずれて出ても、横からこう出てくる感じになるの、うん、話で、うん、受け取るで、うん、細かいことは言わないぜ、そうやなって言うな。高いところに登れないおっちゃんはコーヒー係、コーヒー係しております。T 橋さんと S 下さんの真面目なこの仕事してる表情、そこで笑っちゃダメだから T 橋さん、今顔がにやけてるから今。今回はねちょっと M 子が用事で出かけてて、いつもの M 子カレーが用意できてなかったので、お昼ご飯をコンビニに買いに行きます。いっぱい買いましたよ。おじさんたちはシュークリームが好きってことで、これは3時のおやつです。落ちても大丈夫や、落ちても大丈夫、引っかかるだけやで。いやいや、こういう問題ではないねん。ちょっと待って、俺どこ行くって。その上そこ、だってそこ行かなあかんや、叩きやんもん。かなりな、もう3歳ぐらいからのトラウマらしいだな。頑張れ、よっしゃ。あー怖い、おじさん、こう本当に怖い、形だけでいい。はい、来たよ、ここまで、はい、はい、もう俺絶対手離さへんからな、もう嫌 やからな。はい、あかん、風吹いてきた、怖い怖い、こんな風ぐらいで落ちやへんて。おはようしよう。この足場、木下蔵では珍しい、しっかりした足場だから。っていう話を聞いたよな、普段もっと揺れるという話やよな。はい、じゃあ、よかった。それ、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 坂下さんが怖いの、見とんのが、その足元その木の上乗っとるのが、うん、やっと走れるの。俺、何、俺叩く、はい、もうええ、はい、はい、カメラ、タイミング一緒にしなさい。もう入れとんな、入れて取るか、降りる、降りる、降りる、ちょっと一応、この俺のこの今の状態で取っとこう。うん、いやだってもう下見たら左足、これどうしたらいいんですか、これこのままいける、このロープ、そのあ、いい、外すな、外してやる、変えた方がいい、また外したら嫌やで。それ遠いでな。あ、まあいいよ、俺が外すから大丈夫。これが怖いね、これが怖い、そうもう揺らさんといて、前田さんもあかんて、もう
あもうそう。ちょっと痩せて。飯飯どうぞ。自分で作ってきたの。えらいなすごいね、ちゃんとしわってるね。できてきたね。今日屋根までできるって予定では。すごいです。屋根がもうあっという間に屋根が張られてます。うん、屋根の一応大工さんに頼んだ工事は終わりました。完了。ということで、今日もありがとうございました。はい、お疲れ様でした。何、建前が終わったってことですか。そうですね、うん、はい、じゃあ最後に一言感想を。うん、なんかね、うん、なんか思ったよりお堂チックになってしまったな。息子に聞いとこうかな。ちょっとどうこれ。褒めてるよ、褒めてるよ。どうよ、やめや。すごいやん。え、すごいやん。そう、神社っすよ。俺は神社作っとったんか。